こんにちは、いちご屋一栄の、杉浦博史です。はじめましての方もたくさんなんで、自己紹介から、私愛知県の豊橋市というところで小さな、八百屋をですね営んで、おります。いちご屋一栄というですね いちご屋一栄という八百屋を営んでるんですけれども、まあ、お店でね、いろんな商品を、販売させていただいてるんで、ちょっとそれをね、試食しながら、こんにちは、ご紹介させていただきたいなと思います。今日はですね、この、発酵をテーマにしたですね、発酵デザイナーの小倉平久さんという方が書いた日本発酵機構という本が、今非常に人気だそうなんですけれども、こちらの、日本発酵機構でも紹介されているですね、高知県の山奥、でですね作られている五発酵茶、日本で唯一の五発酵茶と呼ばれている五石茶ですね、こちらを紹介させていただきます。まあ、発酵しているお茶って、例えば紅茶とかウーロン茶とかもそうなんですけど、あれはまあ茶葉が持つ、酵素そのもので、発酵というかするんですけれども、これはね五発酵といって、あれです、乳酸菌で発酵させたお茶ですね。カチカチに凍ら、固めて、ありがとうございます、カチカチになるんで、碁石みたいになるんで碁石茶っていうんですけど、普通のお茶と違って、ね、ちょっと酸味があります。ちょっと爽やかなお茶ですけど、うちのスタッフに一回試飲してもらったら、馬小屋みたいとか罰ゲームじゃねえかとかね、いろいろ意見出ましたけど、ちょっと試飲してみたいなと思います。ちょっと振ってから、よいしょ。もう紙パックに入ってるじゃない、全然匂いは、ちょっと酸っぱいかな、でも美味しい。今日もうすごい暑い、気温35度ぐらいありますけど、すごいこう暑い日にね、さっぱり飲めるお茶です。美味しいですけどね。1本150円で、販売しております。こんな風に小倉平久さんが先日渋谷ヒカリエでね、展覧会を行った時の、ね、ポップというか、パンフレットかなのコピーなんですけどね、こちらの、発酵文化人類学という本でもこの五石茶がですね120ページだったかな、幻のお茶として、紹介されております。これ読まないとちょっとなかなか飲めないかも珍しいお茶だもんね。ありがとうございます。今いちご屋一栄のこれお庭で撮影してるんで、もうお客さんお客さんにこう、こんにちは、ありがとうございますって挨拶しながら、あいつ何やってんだっていう顔で見られますけど、まあこういうの慣れてますけど、そんなわけでですね、なかなかね生産量が少ない上に、特に、宣伝もしてないし、しかもそんなに美味しいものではないんで売れる要素がほとんどないんですよ。すなわち日本でも売ってるところがほとんどないお茶で、愛知県ではね、他にどこで売ってるか知らないですけど、いちご屋一栄、愛知県豊橋市のいちご屋一栄という八百屋で販売しておりますので、もうぜひこちらご利用いただければと思います。ちなみに、こちらはですね、発酵文化人類学日本発酵機構の、著者である小倉平久さんのイベントをですね、2019年の8月の24日、今からちょうど1週間後にですね、いちご屋一栄のカフェスペースで開催します、一緒に塩麹を作ろうなんてイベントやりますのでね、またこちらもYouTube でご紹介できればなと思っております。それでは、愛知県の豊橋市、小さな山のいちご屋一栄の杉浦博史でした。さよなら、また見てね。